取っています。そのネパールのスクリーン、鈴木大、あーっとこれはスクリーン、1対1、野田と決めました。ハートがゴール下へ、ギリシベが左にいる。さあハートに渡して、ハートが決めた。クロフォードが行く、ビリシベ、下山の野里のスリーポイント。野里が変わったばかりでスリーポイントシュート、28点。その後30点以上の差になったこともありましたが、青森が空いている。野里バスケットカウント。そしてハート中に入りながら、このリバウンドを取った。さあ渋田スピード上げる、一気にレイアップをブロック。オレンジバイキングス、下山自分で行った。ここは落ちましたが門間が抑える。バックパス、野里はペリエリスをかわして決めた。2ポイントのシュート。リバウンドは青森です。シュートを打つ、決まった。野里が決めました。ビリシベミエ、野里スリーポイント、43対31。ヒンクルがアタックしていく。リバウンドのところ青森が取った。残り少ない。さあ野里がスリーポイント狙っていきますが入った。野里が来ました。ビリシベが激しくつきましたが、キンクル、さあここはビリシベがリバウンド取っています。オーランド・サンチェス、サンチェスから野里、ライン確認してスリーポイント来ました。